とみです。ともちゃんです。ピズポンです。私たち、ノリミと、ラブ&ピース、バンドじゃないもん、マックス、たけよしです。イエーイ。バモンチャンネル。今日は、保健室の先生選手権。わーわー、前回三々に分かれてやったスナックのママ選手権に引き続き、ね、うん、今回はこの組み合わせでみんなの憧れ学園のセクシー担当保健室の先生になりきって好きなように演じてみたいと思います。ちょっと男子男子ダメでしょ。男子のそれで聞くんだ。教室に戻りなさい。分かった早く、はい、みたいなことですかね。ちなみにももこはね、保健室にね、溜まってた、めっちゃ。みんな、保健室の先生思い出とかないですか？あるよ。でも仲良かった。中学の時の保健室の先生、仲良かったけど、途中で学校を抜け出したことが保健室の先生にバレて、話しかけてくれなくなった。はぁ、それは寂しいですね。そう。保健室の先生は、サイババっていうあだ名の先生で。サイババ？お腹が痛いって言ってたら、無視したら治るよって当たり前回答されるんだ。当たり前なの。そんな思い出も引き連れて甘酸っぱく演じていきたいと思います。わあ、疲れた疲れた今日も治療に次ぐ治療。私もそろそろ誰かに治してほしい。なんちゃって、すいません。あ、グミさん。はい、また来て。今日は、今授業中にちょっと寝ちゃってたんですけど、すごい悪夢を見て、肩が重い感じがするんですよ。あらまあ大変、しょうがないわね。見せてもらいなさい。どれどれ。あら、はい、遅いわあなた大変、普通の人より遅いわ緊急のお手当てが必要かも。肩の骨粗鬆症。うん、ちょっと空洞の音がした。空洞骨の中が空洞になっちゃってるわ。そうなの。先生の手には負えないわ。お化けとかがついてるわけじゃない。お化けっていうのはね、いないからね。たまにはいないんだ。そう思ってないと保健室の先生もやってられないのよ。でも夢の中に、いつも同じ人が出てきて、美佐子っていう人なんだけど、なんか袋がある人なんだけど、その袋がたくさん飛んでくるんですちょっと待って見るわ。頭を見て、あ、見えた。その美佐子さんっていう人ちょっと危ないかもやっぱり、そうかなと思って。危ない。お祓い、お祓いよ。学校の裏側に小さな社があるから、クロッシンって書いてある神様にちゃんと謝った方がいいかも。あ、グミが謝った方がいい。そう、多分前世で何かほくろの恨みを買ってる可能性があるわ。ほくろの恨みを買ってる、ほくろの神様に目をつけられてる状態のことが今見えたの。美佐子っていうのはほくろの一応神。あ、そうそう、ほくろ七福神のうちの一人で、そう、気をつけて。結構厄介って聞くから、ほくろの恨みは怖いって言うからね。あの人ね、優しそうに見えて怖い。そういうことだったんだ。そう、あと肩がちょっとカルシウムが高いからサプリメントをたくさん取ってね。サプリメントを飲んで、お祓いに行ってきます。はい、サプリメントとお祓いで。はい、オッケーよ。ありがとうございます。聞いてく？一緒に聞く？どう？サチモス。サチモス聞こえた？なんか聞いたことある。なんかこれサチモスの、あ、何でしたっけこの曲。ピンクバイブス今度はステイチューンも用意してますから。ありがとうございました。またいつでもおいで。失礼します今日も直しちゃった。
直してばっかり先生ってほんと直してばっかり。ガラ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 。あら、どうしたの？痛い。大丈夫？座りな。てんてん。何？何があったの？痛い。何？また彼氏に殴られた。なんなの、そのあったかやめたって言ったじゃん。だって好きなんだもん。わかるよ。なんて。もう強い男が好きなの。え、何組だっけ？3年2組。でね、山沢サスケ。サスケ。サスケがまた暴れて止めようとしたの。折れたりとかもしてないの？これ昔の技じゃない？痛かったの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 ？助けて先生。一応折れてないか聞いてみようか。曲げて？伸ばして？曲げて？伸ばして？大丈夫そう。大丈夫だったわ。痛かった。そうだね。何で喧嘩しちゃったの？またバトルだ。始まってたから喧嘩をやめてって言ったの、うん、そしたらうるせえ黙れボンよ。うるせえ黙れボン。あかった。男ってバカなんだから。男って本当に嫌。嫌だね。じゃあこれ薬。薬？そう、食べて。いいの？いいよ。学校でお菓子食べていいの？薬。薬？うん。いただきます。どう？どんな気持ち？おいしい。おいしい？癒される。あ、すごい。なんかすごい癒される。よかったよかった。危なかった。うん。サスケはやっぱやめた方がいいよ。多分ね、先生のこと好きなんだよね。嘘でしょ？だからやめな、あの男。告られた？いやなんかごめんね。いやー帰りますよ。帰ります。まだいないよ。全然大丈夫。話聞かせて。絶対付き合ってるじゃん。え、全然そんなことないよ、本当に。そんなわけないじゃん。本当はそんなわけないじゃん。するわけないでしょ。男はたくさん星の数ほどいるんだから、はい、あんたはサスケなんかにこだわらなくていいの。素敵な女の子。ありがとう。もらえるの？もらえるじゃん。やだ怖い。幸せになるね。帰ります。もうこんな学校は嫌だ。校長先生には言わないでね。怖い。コンコンコン。どうぞ。すいません、ちょっと、あの、お腹痛くて休憩したいんですけど。お腹が痛くて。お腹痛くて。あ、お腹が痛い。お腹痛い。じゃあちょっとお腹の音を聞いてみても。お願いします。ね、うん、あー、あ、聞こえ、ここか。痛い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 。あ、本当だ、痛いって。お腹も言ってますか？言ってますね。これどうやったら治りますか？これは、中に何かがいます。何かがいる。思い当たる節はありますか？子供ですか？子供じゃない。子供じゃない。あ、生ガキ。生ガキ1日ぐらい前食べました。それだ。え、生きてるんですか？まだ。カキは神聖な生き物だから。知らなかった。中にカキがたくさんいます。たくさんになっちゃったんですか？生ガキが中で、ね、養殖されちゃって。先生どうしよう、怖いよ。これはもうね、食べるしかないから。え、出てきたの？なんか薬とかないですか？薬とかはない。自力なんだ。自力しかないんだよね。そうか。どうしよう。何も聞いてくれない。どうしたい？とりあえず楽になりたいです、うん、一番は。じゃあ、なんか食べに行く？一緒に？うん。
いいよ、うん、何食べに行きます？カキ。カキは嫌だっつってんの。カキになってきちゃってる。あ、自身がカキになってきて、そう、でも、もしかしたら、うん、あっちのね、うん、隣の病院に、うん、大桃子先生っていう人がいて、その人すごいスピリチュアルな人なんだけど、あ、なるほど、多分科学的には今の医療ではどうにもできないけど、うん、その大桃子先生だったら出してくれる可能性はある。神頼み的な感じで、うんうんうん、あ、じゃあそっち行ってみます。そうだね、うん、大桃子先生にメールしとくから。あ、知り合いなんですね。そう、友達。友達。友達。じゃあお願いしてもいいですか。ちょっと苦しいんで、もう、うん、とりあえず今日はここで寝ます。ここで寝るの？え、ダメですか、保健室。大丈夫です。はい。嘘。授業行きます。どうにもなんないんで。じゃあ、おまもこ先生によろしく伝えます。ありがとうございました。どうしようかな。さあ、ということで皆さん、はいはい、終わりましたけど、終わりました。難しいよ、保健室の先生ってやっぱむずい、うん、スナックのママより難しかったね、うん、それぞれなんかテーマはどういう先生のテーマ？文句は自分が保健室の先生だったらこういううざい人だろうなっていうので本は自分はめっちゃ生徒に寄り添えてるって勘違いしてる、全然生徒の心をズタボロにしちゃう先生。ふみは実は無資格の。資格ないの。やば。紛れ込んだ闇保健室の先生だったんだ。そっか。皆さんもこれね、ドンキとかで買えるので、ぜひこれゲットしてね、家族や友達や恋人と保健室の先生ごっこで楽しんでみてください。なんかそういうプレイみたいな。というわけで、この動画がいいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。じゃあ